前どっから来た？この血はどうしたんだ？右手で握ってるものを出してみろ。出してみろと言ってるんだ。今女の子を刺したドスをな。下がれ！バカな真似をするな！バカ野郎！俺を死なせてくれ！男らしく死なせてくれ！俺のドスを返せ！ドスを早く返せ！早く返せ！それほど死にたくらい死ね。そのつもりなら舌を噛み切っても死ねるはずだ。女の子をドスで刺すような男のクズがどんな死に方をするか見てやる。早く死んでみろ。なぜやったって言われたってやってねえんだから答えようがねえよ。お前はやったからこそ死ぬ気になったんじゃないのか。そうだろう。俺がやるわけねえよ。俺は知らねえよ。知らないで済むと思うのか。病院に運ばれた娘さんが死んだらどうなる。お前殺人罪になるんだぞ。俺は知らねえと言ってんだ。おい知らない。龍造寺を刺そうとして間違えてあの子をやっちまったんだ。龍造寺を狙ったのは俺一人の考え。奴は銭村工業をヤクザだ暴力団だと雑誌に書いたんだ。だから俺は奴を殺していいとこ見せようとしたんだ。マキは今息を引き取った。病院から連絡あったよ。マキは死んだぞ。タクヤ、お前を殺人罪で起訴する。